ユウスケたちに奇妙な戦いを挑んだ怪盗機動柳沢。穴の影響、迫り来る恐怖、魔界の扉、人間界と魔界空間の境界トンネル。それにしても穴を開けるほど生きるなら俺はとっくに魔界に帰ってるぜ。百聞は一見にしかず、どうだ見に行くかい。そいつはどこにあるの。虫より、目と鼻の先じゃねえか。まさかこんなことが。バカな、ありえん。余震は万が一、偶然に、本当に、確実に人間界と魔界を通じる穴が開いていたとしても、ではその土地が一時的には、ま、ご縁魔様。ボタン、ユウスケはいるか。非常事態だ。みんないるよ。境界トンネルのことだな。おお、限界か。その通りだ。もうすでに人間界ような能力に目覚めている者たちだ。虫よりしだけに影響がとどまっているのは不幸中の幸いだが、第二段階たちにどこ、何しろレだからな。もったい。まず第一段階に小破壊の生物が増大する。さらに第三段階、 D 級以下の妖怪が人間界でもゾロゾロと生まれ出す。知性の乏しい凶暴な奴ら。そして第四段階、穴が直径 2km を超えた時、最終段階に達する。最終段階、一体どう。自由に出入り、トグロクラスの妖怪だと思って間違いない。S 級妖怪はこんな時だったらどうしてよ。だがその結果、妖怪を外に出さないためなのだ。あまりにも巨大な A 級と S 級妖怪は一匹たりとも。そんなにヤバいってのかよ。 B 級妖怪すべてより A 級以上の妖怪一匹が、そんなに。もし一匹でも S 級妖怪の主ほう、そいつはよかった。だがかな、こんな楽しいこと願いしますよ。おい、どうやらちょっと君に勝ってみたかったからね。でも完敗だったけどよ。自分で魂戻せないんじゃ、ばあさんがいなかったら一体どうなってたんだよ。もちろん落ちんでるさ。こいつらが私のところに来た理由がそれさ。魂が戻らなくなってしまった、助けてくれって。魂だけの状態ってのは一番無防備なんだ。丸一日ほっとたら、ああどうなるか。どうしても能力、能力はシャドウ。いや、武術会が終わって間もない頃だな。それがトンネルの第二段階だとする。トンネルが広がり始めたのは武術会終了直後か。トグロクラスの B 級妖怪までが全て、人間界を自由に出入りできるようになってしまう。止める方法はねえのか。死者を倒すしかない。虫よりしだ。空間の歪みは現在穴が広がりき、穴の中心に空間を歪め魔界への穴を広げている術者がいるはずだ。穴の中心、ちょっと待て、ユウスケ。おめえら、何しやがっ。何のために、穴は広がる。今の俺は何級だ。今のお前は B 級の注意妖怪にランクされている。トグロ弟は B 級の上位妖怪だった。見くびられたものだな。お前がユウスケと戦う級の上位にしかランクされていなかった。それがわずか半、それでおだてたつもりか。俺の知ったこと、あとは勝手にやればいいさ。お前らの邪魔をする気はない。助けるつもりもない。てめえ、俺本気で言ってんのか。くせえ。もともとああいうや、うなぎの注文じゃないんだから。どうすんだよこいつらの。俺なら、俺たちはとりあえず今日はぐっすり寝ることだな。明朝二手に分かれて町の様子を探る。とにかくみんなでここに絡み合って寝ましょうか。ボタンちゃん、このバカな。いつき潜水か。一つ障害がある。障害、魔界に咲く悪空間に強力な結界が張ってある。私の能力なら
次元の敵、結界は外せない。亜空間に張られた結界を切り裂くことのできる能力、弦を切る能力者か。よかろう、俺が必ず見つけ出す。邪魔者を始末するついでにな。部がひどく震えてるの。カズのやつらは帰らなかったよ。もしかしたらユウスケ君たちの居場所知っているのかもしれない。どうしたの、しずるさん。嫌な予感。何かとてつもなく恐ろしいこと。魔界のあの影響で町中に特殊な能力を持ったやつらがボコボコ出てきやがった。クソ、これじゃドイツが敵でドイツが味方なりわからねえじゃねえか。早いとこ穴を開けた。鏡の中映る木の姿、泣いている泣いている。細い月夜波の窓を叩くから火を強く